性教育、はいはい、学校で受けたことはありますか？保健体育とかで教科書1ページ分をちょっと読みましたよぐらい。そんなに頭に残るようなあれではなかったっけ。何が性教育かが分からない感じ。世界から遅れる日本の性教育、学校だけでは足りない。だからこそ始めたいおうち性教育。現役看護師が教える家庭でのポイントは、怒らないこと、ごまかさないこと、嘘をつかないことは大事かと思います。そして性の多様性をパンで表現、一味違う性教育本まで、子どもとの性の向き合い方を犬山さんと考えます。犬山神子さんと考える子育て、神子と学ぶです。今回のテーマは日本の性教育です。今日も皆さんからのご意見を募集しております。画面右上の二次元コードからご意見をお寄せください。ではまずですね、日本の性教育について見ていきたいんですが、こちら広島市教育委員会に話を聞きました。広島市では小学校においては小学4年生からこの性教育を実施しています。内容としては射精や月経の仕組み、そして相手を思いやる心などを指導しているそうです。さらに中学生になると男女の生殖の仕組み、そして性犯罪などを学習しているということなんですね。で、学校によっては地域の助産師や医師を招いて講演を行うこともあるということなんです。実際に広島市出身の山崎アナは、はい、こういう教育を受けたなというのが記憶にはありますか？そうですね、なんか担任の先生とか保健体育の先生に教えてもらった記憶はあるけど、具体的に何を教えてもらったのかってやっぱ思い出せないです。そういう方もね、もしかすると多いんじゃないかなと思いますが、犬山さんいかがでしょう、このような取り組み。はいはい、性教育自身とっても大切だと思うんですけれども、正直見ていると日本の性教育はかなり遅れていると実感しています。歯止め規定と呼ばれる規定があって、そのせいで例えばその小学生のうちにどうやって子どもができるのかなんていうことは知らないままなんですよね。でも教えない中で、じゃあそれを教育されない中でどうやって性暴力だったりとか避妊だったりとか何でしょう、病気だったりとか、そういったことから自分を守る、そして相手も守るっていう、そういったことを知らないまま過ごさなければいけないっていうところなんですよね。でもネットをつければすぐにそういった画像っていうのは出てきてしまう、はい、なのですごくギャップがある現状だなと感じています。なかなかこううまく進んではいないのかなというような感じも受けるわけなんですけれども、広島の街の人はどのようにこの日本の性教育について感じているんでしょうか。話を聞いてきました。これまで性教育は受けたことありますか？保健の授業っていう話だったらあります、今に生きてるって感じる部分ってありますか？あんまり感じないですけど。十分ではないと思います。どんなことが足りないかなって思いますか？避妊、もっと詳しく聞けたらよかったのかなって。日本って性教育をタブってしてるような風潮がすごいあるなって感じてて、上辺だけっていうか、殺しなきゃいけないのは過去にこういうことがあったりしたからみたいな、そういうちょっとは現実を教えてほしいかなっていうのを思ったりします。これから性に関して関わっていくことが多くなってくると思うので、もしそういう場面に立ち会った時に正しい対処ができるように学んでおきたい。学校の授業内容では足りていないと感じる方が多数。そんな中、皆さんはどうやって性の知識をつけるのでしょうか？ネットとかの知識の方が、どっちかっていうと、大きいのかもしれない。話しやすいのは友達とか、この兄弟間なんで、そことかで話したりは。姉妹でそういうふうな話をすることはある？あります。お、だって彼氏とかできたら、そういう子に話すことはあります。ご家族で性教育に関して話をすることありますか？1回だけあります。私の妹が今1歳なんですけど、その子が生まれた時に、私その時はどうやって生まれたのか知らなくて、どんな感じで生まれたのみたいな、でその詳しくはあれですけど、こういうことしたよみたいなのは教えてもらったことが1回あります。性教育をしっかりしようとかっていう考えとかっていうのはありますか？あります。犯罪に巻き込まれたくないなっていう気持ちがあるので、
勝手にこう大事なところ触らせたらダメだよとか、そういうのはまだちっちゃいですけど今も結構伝えてます。大人が守ってあげないといけない部分もあるんじゃないかなと。小さい頃から伝えるという家庭もあれば、どうすればいいかわからないという家庭も。どういうふうに子どもに説明したらいいのかわからないですね。答え方がやっぱりちょっとよくわからなくって、うやむやですかね。なんで赤ちゃんができるのとかっていうところから軽くは話はしますけど、あんまりこう深くっていうことは話できてないですね。いやでも本当はちゃんとした方がいいなとは思います。やはり日本の性教育は足りてないというふうに言われる方が多かったのかなと思うんですが、このようなアンケート結果があります。学校の性教育が役に立ったかどうかということなんですけれども、役に立ったが 59.1%、そして役に立たなかったが 40.9% という数字があるんですが、犬山さん、この結果についてはどう受け止めますか？はい、思ったより高いなと役に立った割合思ったんですけれども、でもこれって要するに教育をしたらしっかりとやっぱりそれを役に立てるっていうことでもあるんです。でもこれが今の性教育が十分だっていうことではなくて、もっと知っておければ、例えば私もこれまで付き合った彼氏のこととかをこう思い出した時に、性のことって本当にみんなちゃんと知ってたかなとか、私妊娠出産をするときに、あれ妊娠って今期の方がお腹が大きくて大変そうに思ってたけど、つわりって初期なんだとか、そういった知識が全然やっぱ私含めないじゃんっていうこともあったので、もっともっと教育がしっかりとなされて、さらに役立つ社会になってほしいなと思います。実際に教えてもらったことをこう全てだと思って役に立ったとね、いうふうに思っている方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに感じました。今のこの日本の性教育の現状、専門家はどう捉えているのか話を聞いています。日本の性教育に詳しい立教大学の浅井春夫名誉教授にお話を伺いました。今日本における性教育の現状というのはどういうものなんでしょうか？まともに子どもたちに性教育としてですね、提供する機関はですね、ほとんど、なかったと。世界の中でも本当に、一周10年としてですね、2、3週遅れているというようなですね、時代に日本はあるんではないか。実際なぜ日本の性教育というのはそれほど遅れてしまっているんですか？はい、大事なことですね。文部科学省が子どものことをですね、管理をしたいという発想が変わっていないというふうに思います。今の性教育は抑制的、教えすぎない方がいいと。性教育は教えすぎたら、もっといろいろな性的な問題が起こるじゃないかと。大人が子どもを信用せず管理する。それが抑制的な性教育をする日本の現状だといいます。子供に対する見方も失礼だしね。そして子供っていうのはコンドームとか避妊という仕組みを知ったらですね、もうコンドーム持ってですね、よし誰だってセックスするぞというふうに走り回ってするわけじゃないので、むしろ反対に言えば無謀なセックスをするよりもコンドームを使ってセックスした方が、これは避妊もできるし性感染症にもならないわけだから、何も問題ではなくて、相手のことを考えたら当然のことなんだということだと私は思います。日本の性教育が大きく遅れる中、今世界で学ばれているのが包括的性教育。年齢に応じてジェンダー平等や性の多様性を含む人権尊重を基盤とした性教育です。日本の性教育はこれからどのようにしていけば世界基準になっていくというふうに思いますか？学校がどうやっていくかということをベースにしながら、家庭との協力関係を作りながらやっていくと。すでにユネスコなどはアウトオブスクールといって、学校外のところで、学童保育もそうですし、家庭もそうですし、地域の社会教育でもそうだ。学校だけで全面展開できるわけではないという意味で、家庭の大切さっていうのはすごくあると思います。例えばおうち性教育とかという名称で、家の中で性教育をどうやるかと、子どもの疑問とか質問にちゃんと答える、
そういう意味では絵本とかね、すごく活用してもらえるといいんではないかなと。浅井名誉教授の話では、日本は抑制的な性教育、ただ今世界では包括的な性教育が学ばれているということで、こちら世界基準となっているのがユネスコの国際セクシュアリティ教育ガイダンスなんですが、8つのキーコンセプトがあります。それを見ていこうと思います。まず1つ目、人間関係。2つ目が価値観、人権、文化、セクシュアリティ。3つ目、ジェンダーの理解。4つ目、暴力と安全確保。5つ目は健康とウェルビーイング、幸福のためのスキル。6つ目が人間の体と発達。7つ目セクシュアリティと性的行動。8つ目、性と生殖に関する健康というふうに、ご覧の8つのキーコンセプトがあるわけなんですけれども、稲山さん、これらを5歳から18歳の年齢に応じて、まあ、段階的に教えていくことがこう世界では今広まっているということなんですけれども、いかがでしょう。どれもこれも大切なことなんだと思うんです。で、これはなぜ大事なのかというと、やっぱり自分の体と心、そして相手の体と心を尊重するためにも本当に大切なことだと思うんです。なので、これがまあ抑制的な日本のその性教育であるということは、文科省ですよね、私たちもちろんお家でも性教育をしていく必要があるんですけれども、ここは国がやはりしっかりと向き合わなきゃいけないところだと思うんです。たくさんの声が、包括的教育を日本でもしてほしいという声が上がってるにもかかわらず、なかなかそこが変わらないっていう問題点を私は強く感じているのと、あと専門家の先生、その性加害をした方を、性加害をした人のカウンセリングですよね、などをしている専門家の先生がおっしゃるには、その性加害者の方がに包括的性教育のことを伝えると、それを受けてみたかった、それを知りたかったって言うそうなんですね、はい、本当にその加害自体も防ぐっていう意味でも、これはとても必要なことなんじゃないかなと思います。本当に必要なことを、今日本はやはり遅れて学べていないというところも含めて、そこを政府の皆さんは直視をしていただきたいなと思うんですけれども、これらすべてをですね、やはり学校で学ぶとなると難しいところがあるわけで、そのために家庭でのおうち性教育が重要になってくると言われています。難しく感じるこの包括的性教育に触れやすくなる一味違うですね、本があります。それがこちらなんですけれども、はい、この本をですね、パンでわかる包括的性教育というもので、特徴としては国際セクシュアリティ教育ガイダンスに準拠をしている、そして多様性をパンで表現している、これがまた一つ特徴かなと思うんですが、個性についてはですね、カレーパンで表現をしています。どういうことかというと、例えばここ、はい、激辛キーマのビーフカレーパンもあればシェフのおすすめチーズ入り黒カレーパンもあるし、ゴロゴロ野菜のプレミアムリッチカレーパンもあれば、丸ごと卵焼きの焼きカレーパンもあるということで、やはりさまざまな個性があってカレーパンも人もいいんだよということにね、山崎さん、なるわけですよ。そっか、またカレーパンっていうところがいいですよね。なんか子どもたちもすごい入り込みやすいと思いますし、やっぱりだからどういう形であってもありのままでいいんだよっていうのをやっぱりこう感じ取れますよね、そうなんですよね、人それぞれのやっぱり個性というところを尊重していくというところも、このパンで分かりやすく表現をされているわけなんです、そしてパーソナルスペース、ここを学ぶところではですね、袋の中、はい、袋の中がこう自分の体で、大事な自分の空間だというところ、そこに特に大切なところであったり自分の体がある中で、ここを開くためには同意が必要なんだよと、ここを開けることにはやっぱり同意が必要、パンの自分の中の体、中身が特に大切なところなんだっていうようなことも、このパンで犬山さん教えているんです。いや、分かりやすいですね、パンの止めるやつですよ、名前何だったかちょっと忘れてしまいましたけれども、バッククロージャーというらしいです、バッククロージャー、はい、いやでもすごい分かりやすいです、自分の体も相手の体も、その例えば手をつなぐだったりとか、何かタッチをするときにちゃんと同意を取る必要があるよねっていうのも、これすごいよく伝わりますね、この分かりやすいやり方でまたこう子どもたちにも教えていくというようなこともできるわけなんですけれども、編集者の思いとしてはですね、知らず知らずついている性教育への抵抗感、そういった大人の意識を変えるきっかけにもしてほしいと、でなかなか家庭で性教育ができない実情もあるよねと、そんな思いから作られたということなんですね。でその背景には家庭での性教育が行われづらいということがあって、こういうデータもあるんです。はい、家庭で性教育を実施しているかというところ、実施していない、
必要性は感じているが実施していないが実に 80% を超えるほど、まあ、分かってはいるんだけれどもできないというような方も多いわけなんです、うん、何をどう説明したらいいか分からないなんていうような声もあるんですよね。やはり稲山さん必要かなと思っている人は多いのかなというのをこのデータからも感じますよね、はい、うん、いや私もよく性教育必要だと思うんだけど、うん、どうしていいか分からない、どう伝えていいか分からないってこうよく聞くんですね。で、うん、私自身も性教育これだけ大事だと思っててもいざじゃあどう伝えようかなってなった時にあどうしようって戸惑ったことがあります。なので本当に先ほどの絵本だったりとか、うん、そういったなんかアイテムをの力を借りてそのやっぱりでもどっちにしても体を守る自分の子供のね体が守られるためには必要なものなので、でこれ機会をどん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 後にずらせばずらすほどまた話しにくくなっていくものだとも思うので、うん、はい、ぜひいろんな力を借りてあの実施をいざ実施してみると案外子どもってしっかりと聞いてくれたりするので、うん、そこは親が乗り越えるべきハードルですね、うん、必要性は感じてるんだけれどもなかなか実施できないというそういう方にですねおうち性教育の始め方どうすればいいのか専門家に聞いてきました。看護師であり性教育アドバイザーとして活動する高橋さん2年前からおうち性教育を始めました。そのきっかけは自分が5歳の時に性被害に遭ってどの大人にも言えずにでも我が子が生まれた時にこの子は守りたい守らないといけないっていう気持ちになって性を知ることは自分を知ることにつながるので正しい性の知識を正しく学んでもらって自分で自分の身を守れるように分かっていってほしいなってみんなに知ってほしいなって性教育は大切だと思いつつも難しそう話題にしづらいと感じる方もでは何から始めればよいのでしょうか。プライベートゾーンを子どもに伝えるっていうところからお口とお胸とお股とお尻大事な部分を知ることが自分で自分を守る第一歩かなと。高橋さんはイラストにプライベートゾーンのパーツを配置しゲーム感覚で伝えています。これ貼れる？口じゃん。口。うん、口口。これお胸に貼ってくれる？お胸に置いてくれる？オッケー。大事なとこ？これでバッチリ。自分の大事な場所を知った息子さん、日常の行動にも変化があったそうです。風呂上がりで裸で走り回ってたんですけどジージーが来たってなったらあの股間を押さえてジージーみたいな感じで飛び出てってあ守るところっていう隠す場所っていうところをあこの子は知ってるんだなっていうので伝えててよかったなっていうので自分の場所が大事っていうことが知れると相手も同じように大事なのでお互いを大事にできるのかなと。そして普段のスキンシップでも子どもの同意を得ることが大切。ギューしていい？ダメ、わかりましたっていう感じでうんって言ったらギューするしダメって言ったらそこで受け入れるっていうところで無理やりはしないっていうところを大事にしております。また子どもが興味を持ち楽しめる絵本やカルタなどの知育玩具を活用するのも良いと言います。あとお母さんもやっぱり恥ずかしかったりするので最初はお母さんも全然恥ずかしいことじゃないよっていうところで一緒に遊びながら学んでほしいなって思います。わかるのある？うんちうんちうんち言ってる時がすごいチャンスです。性教育するすごいチャンスでエロっていうものを意識してないので10歳とか11歳になると心も体もぐーんと成長するのでうんちとかもきっとその頃には言わなくなってると思うんですよね。なので言ってる時が今チャンス。早ければ早いほど純粋に性の知識を身につけられるおうち性教育。そして大事なことが3つあります。怒らないこと、ごまかさないこと、嘘をつかないこと、それをされるとこの類の質問は全部親には聞けないっていう風になるので、はい、そこは気をつけていただきたいなと思っております。
おうち性教育で大切なこと、改めて怒らない、ごまかさない、嘘をつかない、でこういうことをやってしまうと親に聞いてはダメなことだと思ってしまうということなんですね。でまた思春期の子どもにはですね、まず子どもと向き合って話を聞くことから始めましょうというふうに高橋さんは話をされています。今から性教育の話をしてもいいと承諾を得てから話すことで、あなたが大事だから話すねと伝えること、子どもの言葉に共感して覚悟を持って話をする、対話をする、ここが大事なんだというふうに高橋さんは言われているんですね。稲山さんいかがでしょう。いや本当におっしゃる通りだなと思って聞いてました。今小学1年生ギガスクール構想でもタブレットが渡されて、検索などもそこでしてみようっていう、もうネットで検索するっていうところに触れているんですよね、はい、なのでおっしゃる通りやっぱりその前から始められていたらすごくいいだろうなと思うんです。ただやっぱりできてなかったわ、今もう子供が思春期になってしまったわっていうケースたくさんあると思うので、ここはもう本当に覚悟、それはやっぱり子供を守るためなので、そこはもう高橋さんおっしゃる通り、その時にもし子供が何でしょう、その話を伝えていいよって言ってくれて、話したけどもういいよいいよみたいな態度を取ったとしても、後々あそこで性教育を親から聞いといてよかったって思えると思うんです。私自身も思ったので、なので覚悟ですね、覚悟がやっぱりしっかりと必要になってくる、親の方にもということなんですが、今日もですね、視聴者の皆さんからご意見をお寄せいただきました。ご紹介しようと思います。こちらです。はい、出るでしょうか。ちょっと出ませんかね。私が読み上げようかと思います、はい。みーちゃんさんからいただきました。きちんと伝えたいが難しいということですね、はい。今こちら出ましたね。親としてごまかしたくはないし、きちんと伝えたいと考えています。ですがどう伝えたらいいか悩みます。学校で性教育を学ぶことももちろん親としても早めに伝える方がいいと思います。命を授かる大切なことなのになぜだかうやむやにしているのが現状ですということです。犬山さんどうでしょうか。いやこれみんなが抱える悩みだと思うんです、なので先ほどの、ね、本だったりとか本棚にまずはそういった本を置いておく、で興味を持って見てたらそれはもうラッキーだし、もしずっと見てないなと思ったらその絵本なんかを使って教育するっていうこともいいと思いますし、このなんだかうやむやにしてしまうって、やっぱりそれって自分のこと聞かれちゃうのかなっていう、そこの抵抗感もあると思うんですよ。どうやって私は生まれたのって聞かれた時に、あ、自分のしたことを言わなきゃいけないのかなっていう抵抗感もあると思うんです、でも理科でやっぱりそのめしべとおしべのその植物だったりとか、そういったことを淡々と知るように、人間のことも科学的に淡々とそこで語れるようにしておくってことが大切なのかななんていうふうに思います。やはりこの日本の性教育、専門家の方のお話だと本当に20年30年世界基準からは遅れている、そういうようなことを考えると、やはり社会全体でこの性ということに関してどういうふうに向き合っていくのか、昨今いろんな問題もあります、関心事も高まっていると思いますから、そういったことが必要になってくるんじゃないかなと感じました。神子と学ぶでした。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。